ゴジラ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 は、東方映画、ゴジラシリーズに登場する架空の怪獣である。本項目では、このうち、ゴジラから、ゴジラ VS デストロイヤまでの平成 VS シリーズに、登場する個体及びその前身である、ゴジラザウルスを扱う。大黒島の噴火をきっかけに出現した、新たなゴジラ。ラゴス島に住む恐竜ゴジラザウルスが、水爆実験に遭遇した結果、誕生した。 放射線を原子炉から吸収して、エネルギー源としているため、原子力潜水艦や原発を襲う。脳には、渡り鳥と同様の自生体があり、基層本能に従って行動しているようである。耳と剣士が復活し、足の指の本数も3本から4本に戻った。ただし、内側の指の付き方が逆五時までとは異なる。武器は、放射熱線や、体内放射など、 シリーズを通して見る場合には、ゴジラと表記される。ベイリング界に転送されたゴジラザウルスが、転送地点で沈没事故を起こした原子力潜水艦の核燃料で、ゴジラ化し、さらに民間企業の源泉を撃沈したことによって、強大な核エネルギーを吸収した結果誕生した、新たなゴジラ。身長、全長、体重ともに、過去のゴジラをしのぐものとなっており、 シンゴジラに更新されるまで最大であった。腰のあたりには、第二の脳とも言うべき、下半身の運動を司る、神経説がある。これは、骨に守られていないため、弱点でもある。武器は、放射熱線体内放射。尾の節の数は24節、背びれは五列手及び足の指は4本。VS キングギドラ劇中では3代目と同一の存在かどうかは、 明確になっておらず、資料によって扱いが異なる。シリーズを通して見る場合には4代目ゴジラ、または新3代目ゴジラもしくはパワーアップした3代目ゴジラとも呼ばれる。VS メカゴジラでは、ゴジラザウルスの一種であるベビーゴジラが登場し、VS スペースゴジラでのリトルゴジラを経て、VS デストロイヤーでゴジラと同型のゴジラジュニアに成長する。スーツアクターは、 薩摩健八郎。薩摩は、84ゴジラのスーツは1 0 0ラム、近くあって歩きづらく、手も固く動かしづらかったと証言している。薩摩は演技に悔いが残り、v s ビオランテで再び起用された際には、自分だけの薩摩流ゴジラを作り出すことを目標に掲げた。初代の中島春夫同様に動物園で動物の動きを研究し、 ゴリラの背を反らせる姿勢や、ゾウの後ろ足の動きなどを取り入れている。また、脇を締めた隙を見せない構えは、薩摩が指示していた次元流の方が元になっており、これによって腕の動きが小さくなることから、指先を動かして芝居をつけることを意識している。格闘シーンでは、事前で打ち合わせを行ってもハイスピード撮影に合わせて速い動作であるためタイミングが狂うので、 アドリブで対応することも多かったという。一方で、単体の演技ではごまかしが効かないため、自身の感情も込めつつ、カメラへの映り方を意識した客観的な視点で、多角的に演じることも重要であったと述べている。VS ビオランテから VS メカゴジラまでの疑ール操作は、特撮繁盛監督の神谷誠が務めた。昭和ゴジラ同様、模型化の際や書籍などで、 スーツの比較をする際には、下記の略称が用いられた。出現地点は、青ヶ島北西 50km 静岡、伊、浜原発東京湾銀座新宿三原山。大黒島の火山噴火で覚醒し、ソ連の原子力潜水艦や静岡の伊、浜原古力発電所などを襲撃した後に、東京湾に現れて上陸すると、新宿福都市にや有楽町を中心に暴れ回る。 一旦は、スーパー X のカドミウム弾によって力を失って、活動を抑制されるが、上空で、核ミサイルが爆発した影響によって復活し、スーパー X を撃墜する。ある一定の音波に反応することを利用する、ことによって、三原山へ誘導され、最後は、人工的に爆発、噴火した河口へ落下する。出現地点は、三原山裏が水道を小田原足の湖。 演習灘浜松沖紀伊水道大阪湾、大阪若狭湾沿岸日本海。前作の後、三原山の河口で眠っていたが、G 細胞に目をつけたテロリストが河口を爆破したことにより、覚醒する。浦賀水道で自衛隊のスーパー12を退けた後、足の湖に出現して、ビオランテを撃破すると、一旦、駿河湾へ消える。その後、演習灘を経て、 キー水道に出現して大阪を蹂躙するが、この時に港内に広角エネルギーバクテリアを打ち込まれる。丹波山地を越えて若狭湾に到達し、原発軍を襲おうとしたところにアネブの活性化を目的とした自衛隊のサンダービーム作戦により攻撃を受け、アネブが活性化し始める。復活したビオランテを放射熱線で撃破するもアネブが、 活性化して活力が鈍って一時沈黙するが、さらに覚醒した後は、日本海へ去る。出現地点は、カムチャッカ半島沖北海道、網走札幌東京太平洋。未来人によって、ラゴス島から、ベーディング海へ転送されたゴジラザウルスが、転送地点で偶然にも沈没したソ連。原子力潜水艦の核燃料の影響で変異して、生まれた新たなゴジラ。 前作までの個体はアネブの効果によって日本海の海底で眠っていたところ23世紀の未来人がゴジラザウルスをゴジラ化する前にベイリング海へ転送したためその存在は歴史から抹消されて消滅する。ゴジラ化した後民間企業、低用グループの原子力潜水艦ムサシ2号を沈めてその核エネルギーを吸収しさらに強大な存在と化すと 北海道に上陸し、未来人の操るキングギドラと戦う。最初こそ苦戦するが、キングギドラが未来人のコントロールから脱した隙に反撃し、首をちぎって撃破する。最強の敵を倒したゴジラは、各地で暴れ回り、とうとう日本を滅ぼしてしまう。しかし、日本人を哀れに思った未来人の一人が、23世紀のテクノロジーで、キングギドラを、 メカキングギドラに改造し、20世紀の現在に送り返す。ゴジラは新宿副都心でメカキングギドラと激突し、死闘の末に捕獲され、海底に沈められる。これにより、ゴジラが日本を滅ぼす未来は一旦保留される。出現地点は小笠原海溝フィリピン沖富士山加工丹沢、横浜北の海。隕石落下の衝撃の中海中で目覚めて、 人類の監視から逃れ、インハント島から日本に運ばれてくるモスラの卵を太平洋上で襲撃する。その場で孵化したモスラ幼虫と戦闘をするが、その最中に出現したバトラ幼虫との戦闘中に海底火山の噴火に飲み込まれてしまう。しかしその後マントルを通過し、噴火する富士山の河口から出現、丹沢にて迎撃に当たった自衛隊を全滅させ、 横浜の港未来21に移動して、成虫、モスラ、バトラと対決。この対決でも、体内放射を使用する。臨粉ンンで痺れて、攻撃不能状態にされ、2匹によって海へと連れて行かれる。海中に封印されるはずだったが、最後に突如復活して、バトラの喉笛に噛みつき、死亡させる。しかしバトラの拘束を振り切ることはできず、果てたバトラと共に、 海へ落とされ、モスラに封印される。出現地点は、アドノア島四日市鈴鹿大津山中京都、大阪湾幕張東京湾。前作でモスラに封印されたはずだったが、海域に投棄されていた使用済み核燃料を吸収し、パワーアップしたことで封印を突破し復活する。ベビーゴジラの卵を感知して、アドノア島に上陸。ラドンと戦いこれを倒すが、 その間に卵は人類に持っていかれる。その後、孵化したベビーゴジラのテレパシーに導かれて、日本へ上陸する。四日市から鈴鹿山中でメカゴジラと初対決し、最初こ即戦するも敵のアクシデントが重なり、戦闘不能に追い込む。その後、再びベビーを追って、幕張りでメカゴジラと再戦し、相手がプラズマグレネードが使えないこともあり。 再び追い込むが、寸でのところで駆けつけたガルーダと合体した、スーパーメカゴジラとの戦闘で窮地に陥り、第二の脳を破壊され、瀕死状態にまで追い込まれるが、メカゴジラに破れ風化した、ファイヤーラドンの放射能エネルギーを吸収して復活。ハイパーウラニウム熱戦で、メカゴジラを倒し、ベビーゴジラを連れ帰る。出現地点は、南太平洋バーストを太平洋沖。 鹿児島湾、鹿児島、熊本、別府、大分山中、福岡、博多湾。前作の後、バース島で、リトルゴジラと共に暮らしていたが、スペースゴジラの襲撃を受け、リトルゴジラを、決勝隊に閉じ込められる。決勝隊を展開して、バトルフィールドとなった福岡に乗り込み、モゲラと共に、スペースゴジラと戦う。苦戦するが、モゲラの援護を受けながら撃退。最後は、 スペースゴジラとゴジラ自身のエネルギーを結びつけたバーンスパイラル熱線を放ち、モゲラ、モロトモスペースゴジラを燃やし尽くす。その後、リトルゴジラが待つバース島に帰る。出現地点は、香港台湾沖分後水道東京、羽田空港国際展示場。バース島地下の天然ウランが熱水噴射で急激な核分裂反応を起こしたことによって島が消滅し、 その影響で、基礎本能に異常をきたした上、体内炉心の核エネルギーが暴走し、核爆発寸前の状態となる。その後、暴走状態のままで、口術のゴジラジュニアを追って、香港を襲撃するが、本来は、青色だった、放射熱線の色が赤くなった上、全身の各所が超高熱で赤く発光して、体内の水分が蒸発し、蒸気が噴き出すという異様な姿であった。 その後、文後水道に出現して、イカタ原発に迫るが、迎撃したスーパー13によって凍結されたウカドミウム弾を打ち込まれる。これにより、体内の核分裂が制御されて、核爆発自体は回避されるが、今度は体内炉心温度の異常上昇により、体温が摂氏線200度に達するとメルトダウンを起こすという危機が迫る。 終盤では羽田空港に上陸し、成長したリトルゴジラゴジラジュニアと再会するが、その直後にデストロイヤにゴジラジュニアを殺害され、怒り狂って暴走状態のままでデストロイヤに襲いかかる。不安定ながらも圧倒的なパワーでデストロイヤを追い詰めていき、デストロイヤ自体はゴジラの猛攻に耐えきれず逃亡しようとしたところを自衛隊の追撃で倒されるが、ついにメルトダウンを起こす。 この最終決戦では、すべての技が異常に強化されており、放射熱線はオレンジがかった色で、螺旋状にエネルギーを巻き、体内放射は周囲一体を焼き尽くすほどの威力と化していた。最後は、自衛隊によるメルトダウンによる被害を最小限に止めるべくいった、冷凍兵器による攻撃を受けながら、東京を中心に異な量の放射能を撒き散らしつつ、誘拐し、消滅する。 その直後、撒き散らされた高濃度の放射能をゴジラジュニアが吸収し、ゴジラと同じ姿になって復活する。ゴジラジュニアが力尽きた際には涙ぐむような表情をするシーンがある。ゴジラの元となった種類とされる恐竜、ゴジラ VS キングギドラで初めて登場した。二足歩行で肉食恐竜のような姿をしているが、雑食性で性格もおとなしい。しかし、 自分の縄張りを荒らされた場合はその限りではない。生息範囲は広く、南はマーシャル諸島から北はベーリング海まで分布していた。鳥類のように拓乱を行う習性がある。幼体の時期は身の危険を感じると眼球が赤く光り、仲間や家族を呼ぶ。ティラノサウルスに比べて頭部が小さい。波外れた生命力を持っており、経過期程度では傷一つつかない。 マーシャル諸島のラゴス島に生息していた個体は1944年の太平洋戦争中に日米両軍に目撃される。この個体は、進を安明が率いる日本軍守備隊が窮地に陥った時に出現し、守備隊に加勢するかのように米軍に襲いかかり、回送させる。その後、洋上からの艦砲射撃で深手を負い、一度は倒れるがすぐに復活し残っていた。 陸上米軍を全滅させて森に引き返す。無事に復員した神道たちはこの恐竜に対して強い感謝と崇拝の念を抱く。しかし彼らの再会は悲劇的な結末を迎える。その個体は後にビキニ干渉の水爆実験で被爆しゴジラに変異したとされる。しかしゴジラ抹殺を企む未来人はゴジラザウルスを核実験に遭遇する前に ベーリング界に転送し、ゴジラの存在をなかったことにしようとする。だが、ゴジラザウルスは、転送先でも、核廃棄物に触れて、ゴジラ化し、民間企業の源泉から奪った核エネルギーで、最大、最強のゴジラへと成長する。VS キングギドラの作品内では一度も、ゴジラザウルスとは呼ばれず、恐竜と呼ばれる。劇中でこの名前が出るのは、VS メカゴジラからである。 ゴジラ vs メカゴジラでは、ベイリング海に位置するアドノア島の翼竜の巣から発見された卵から、孵化した個体がベビーゴジラと名付けられる。このベビーゴジラは、ゴジラ vs スペースゴジラでは、リトルゴジラ、ゴジラ vs デストロイヤでは、ゴジラジュニアと成長とともに故障が変わる。この記事は、以下のカテゴリでも参照できますゴジラザウルスに関するカテゴリ。ありがとうございます。